はい、こんにちは、じゅんです。そして今日は松本一成プロにご出演いただいてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。松本一成です。よろしくお願いします。前回もうすごい飛ばしていただいて、ラウンド中にラウンドね、はい、すごい楽しかったんですけど、まあ今日はこの一成くんのスタジオにお邪魔していて、今日はですね、飛ばし、どうやったら飛ばすことができるかっていうのを一成くんに教えてもらえたらなと思っております。わかりました。飛ばしちゃいましょう。はい、よろしくお願いします。幅ありそうですか？私は飛ばせそうですか？まだまだ飛ばせます。まだまだ飛ばせます。お、嬉しい。じゃあまずはドライバーの飛ばし方、その後アイアンの飛ばし方、アイアンの飛ばし方、はい、大事ですね。2パターンやっていきたいと思います。はい、はい、じゃあ早速よろしくお願いします。よろしくお願いします。あれ、ジュンさんシャフト、それこれは TRP、 そうです、アフターバーナー。めちゃくちゃドラゴン選手でも使ってる人多い、はい、あ、そうなんですか、はい、これの S でちょっと切ってます、うんうん、なんか返りすぎちゃって、なんかピョンってなっちゃって、先の方、先をちょっと先詰めみたいな、はい、なるほど、わ、はい、かりましたっていう感じです。あ、その前にちょっと見てください、この巨大スクリーン、こんなすごい、1、2、3、4、5、初めて見ましたね、こんな巨大スクリーン。トラックマンの方にもあんまりこういう使い方はしないって言われたんですけど、大きい方がいいかなと思ってすごいよね、はい、やってもらいました。これは今僕がアイアンで適当に打った数値なんですけど、はい、ここにドライバーで打った数値がこれから出ていくので、うん、ということで、この巨大スクリーンを見ながらやります。そうですね、ビフォーで何球か打っていただいて、はい、打ちます。お願いします。あ、ミスですね。ミス。あ、ヘッドスピン速いんですね。速いですか？速い。女性で35って結構速いです。トラックマンってやっぱり、うん、他の測定器より辛めにヘッドスピードとか出やすいです。普通どれぐらいなんですか？普通だと30ちょいぐらいじゃないですかね、30ぐらい、30ぐらい、うん、ちょっと。おー、ナイスショー。ボールスピード52 190。じゃあもう飛びましたね。めちゃくちゃ飛んでますまあ、これ多分かなりナイスショットなんですけども、うんうん、こちら、まあ、何をまず見てほしいかというと、このスマッシュファクター、これよく言われるミート率ってやつですね。 1.48 っていうと、まあ、ほぼほぼそうです、ね、めちゃくちゃ効率的に当たってるような感じです。 1.50 がだいたいそのプロの基準とか、その本当のこれ以上ないですよぐらいのナイスショットが 1.50、 1.48 アマチュアの方で出されるというのはかなり効率がいい。でミート率っていうのは、このクラブスピードの割にどれだけこのボールスピード、ボール初速が出てるかっていうので算出されてるんですよね。なのでかなりヘッドスピード35のこの限界値をかなり引き出してるっていうことで190ちゃう。でスピン量2100とかってかなり少なめなんですけども、ランがやっぱり少ない方が出るので、2000、逆にでもそうですね、2000前半ぐらいでかなり女性だと適正ぐらいだと思います。そう、はい、これはヘッドスピードが遅ければ遅いほどある程度あった方が浮力が生まれるので、この、でヘッドスピードが速ければ速いほどこうスピンって増えるんですよね。なので、まあ、少ない方が良かったりするんですけども、ジュンさん今数値的にかなり素晴らしいです。嬉しい。でここから飛距離アップをするっていうところになると、はい、何をまずしなければいけないかと、これ以上ミート率を増やすと結構難しいんですよ、うんうんうん、なのでこのクラブスピードっていうところ、はい、こちらを上げるようなレッスンになります、はい、クラブスピードを上げる、そう、ヘッドスピード35よりも速く、そう、ブーンそうですね。僕が、はい、あ、そうですね、回復、そうです、レッスンという形で、はい、お願いします。じゃあよろしくお願いします。まずクラブスピードを上げる方法、はい、何か、これ謎ではない、ね、ちょっとしゃ考えながら喋る、ちゃちゃ入れるとね、そう、ちゃちゃ言われると全然話が進められない、考えすいません
クラブスピードをまず上げるってなると一番最初にやること皆さんが、一生懸命速く振る、で結果曲がっちゃったか当たらない、正しいマウンド取りの方法っていうのを皆さん意外と知らないんです。ドラコンプロの僕とか、そう、ドラコンプロの人たちとかって結構常識的にやってるところなんですけども、逆に面白いのがプロゴルファーの人やってない人結構いるんですよ。でそれがどういうことかと言いますと、飛ばす1点に限りなんですけども、ゴルフって基本的には操作したいんです、球をまっすぐ綺麗にビーッと飛ばしていきたい。その時に自己動作って言って自分の体の動きを全部自分で管理しようと思って、体を回す、腕をここを通してグリップエンドから下ろしてきて体を回して下半身先頭で当てる、フォローは大きく、フィニッシュはここ、綺麗に、そうです。振り子運動に例えると、振り子運動ってこうあるじゃないですか、こういうふうにこのクラブが、これがゴルフスイングだとして、この振り子運動を全部今自分で管理してるんですよ、ただヘッドスピードっていうのはこの振り子運動を一番最速にしなければいけない。ジュンさん頭は大丈夫ですか？今なかなか遠回りしてて今いつ来るのかなという答えがそう答えね、これ全部最後完結しますから、こうやって振り子運動、一番その飛ばしに必要なのは自己動作をしない。自己動作をしない。じゃあもう自分が振り子になったみたいな打ち方をするってことですか？そうです。この振り子になった時に一番この振り子運動を早くするのって、これ全部こうやって自分で動かすんじゃなくて、ここで受け止めたのをここだけ振れば、あと勝手にヘッドって走る。ブランコとかと一緒です。ここに誰か乗っててブランコを後ろから押してつって、こうやってブランコ一緒にこうやっていかないじゃないですか、後ろからこうやって来たら向こうに勝手に力で伝わるんですよ。ゴルフクラブも一緒で、こっちに来たのをここだけ振ればいいんですよ。超怖いですよね。そうするとちょっと2球打ちますね、自己動作を思いっきり力んで打つパターンと、今は260円ですね。逆にじゃあもうアドレスもしないで、力感ゼロにして受け止めてここだけ振ります、振ります。293円。簡単に打ちますけど。そう。すごくない？力の使い方は1回目のこの一生懸命振ってる方が振ってるんですけど、2回目のここだけ振る。この振り子運動をイメージする。なので、ジュンさんの場合意識するのが、1で構えて、2で当てて、1、2、3。ここを一生懸命振る。3を。ここですね。そう。そこをこう腕だけじゃなくて体全体でこうここやるのに引っ張ってくるような感じ。まあ、僕が今テイクバックを、じゃあジュンさんここで実際にテイクバック上げてみてください。で止まってください。で1、2でここも一気に振ってみてください。下ろしてみて。で、やっていいんですか？いいですよ。はい、そう、めっちゃいい。そうそうそう、この切り返しがシャフトのシナリオを生んで、加速させて勝手に走っていく。1、2、速い。そう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 、そんな感じ。めっちゃいいです、めっちゃいいです。これでもゴールだったらできるかな。意外とできます。ただリズム変えてるだけなんで、まあそのリズムにまだ慣れるまでは何球か必要かもしれないですけど、ちょっとそれで練習してみましょうか。1で構えて2、そう、ダウンスイングのここが一番トップスピードを出すイメージで、ボールに当たるまでだけでスピードを全部出し切っちゃう。1、2、そうそうそう、そんな感じ。本当にできてるのかな。いや、できてますね。さっきよりここから加速が始まってるんで、1、2、3、そう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 、それでボールちょっと打ってみましょう。
疲れる。これはスボール見たらあれになっちゃいます。はい、1、怖っ。惜しい。あ、でもいい、いい感じですよ。どうですか。はい、あ、上がった。見て、飛距離13、ヘッドスピード2やら、飛距離20やら伸びてます。すごくない。これだけなんですよ。だから僕ね、教えたかったのこれだけです。で今何球、全部で4球で4球、3球か、3球ビフォーは2球のアフター1球9、20ヤードもの、トラックまで220ヤード。おめでとうございます。ありがとうございます。220ヤード。え、しかもまっすぐ飛んでるんだよね。そう、これ今のデータがこれで、何のデータ、これか、これがビフォーの数値です。サイドトータルって、あの一番右からの2番目の数字、25.0、そう、左だったんですよ、はい、で、ジュンさん打つ前こう曲がるかもしれないみたいな、当たるかなって言ってたじゃないですか、うん、はい、振った方が曲がってないっていう3ヤードしか曲がってないんですよ。そういうこと、はい、すごい。で、ミート率しかも 1.4 一緒なんですよ。本当だ。だから振ったらミート率って下がるって思われがちなんですけど、うんうん、正しい振り方を覚えれば、うん、絶対ミート率落ちないし飛距離が伸びるだけなんで、不思議不思議。これ女性とか筋力がない人とか、うん、特に力の使うタイミングってめちゃくちゃ大事で、うんうん、筋力のある男性とかだったら体幹ぶらさずにこうやって打つだけでもね、260、70飛ぶけれども、男性もやったら飛躍的に伸びると思いますし、はい、この力の使うタイミングっていうのを見逃しちゃうと、そう、やってみよう、やっちゃったっすもやってみようって今やってました。ぜひぜひやってみてください。すごい。これ見てくださってる皆さんはもう本当にこれだけで伸びるのかって今、うん、うんっていうんですか、ちょっとやらせ感が、確かにやらせ感ありますが、ウォーミングアップもしないでこれブーム、でも一応200ヤード近く飛んでからの222ヤードですからね。そうですね。すごい。これはちょっと皆さんもね、ぜひここでうんってやるだけです、はい、まあ、こういうポイントとかを、ね、うん、これからもっと、はい、まあ、僕も今 YouTube チャンネルをまたそうですねやりますんで、そういうところもここだけ押さえれば伸びますよっていうところもやっていくんで、うん、ちょっと楽しみですね、はい、YouTube 動画ね。いや、ジュンさんおめでとうございます。いつ解説するんですか。一応6月ぐらいからやろうかなと思ってます、はい、思ってますんで、はい、じゃあその時はそちらのチャンネルにもぜひお邪魔させてください。ぜひぜひ、はい、お願いします。どうも、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、一星くんすごいなと思ったらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。お願いします。